はい、高級石焼き芋さん、今回もメッセージありがとうございます。まあお祝いにですね、大和くんのお祝いにいろんなジョークを言いながらですね、赤飯を炊いて食べていただいたということでございます。お祝いありがとうございます。ところでですね、お赤飯ってなんでお祝いの時に食べるんでしょうかね。これは日本だけの習慣なんでしょうか、それともどっかから伝わってきた習慣なんでしょうか、宗教的なね、儀式なんでしょうか、それとも人民の間で広まったものなんでしょうかね、どうなんでしょうかね。こういったことをお赤飯の動画とともにお話しできるようになると、へえ知らなかった、なるほどそうなんだねってことで、視聴者さんに発見を与えることができるんですよね。そうするとチャンネル登録に結びつく、次の動画も期待していただくってことになります。そうなんですよ、知らなかった意外な事実っていうね、タイトルでやっていくと結構いいシリーズになると思いますけども、いかがでしょうか。私はですね、このお赤飯ではないんですけども、お赤飯は高級石焼き芋さんにとっとくとして、私はですね、二十歳ってものが、なんで二十歳っていうのかね、20歳になったら二十歳って言いますよね。これなんで二十歳っていうようになったのかってことをね、ちょっとね、解説していこうかと思います。これご存知の方いますかね。実はですね、20歳になると、まあどんなに、生き遅れた方でも20歳ではですね、強制的に初夜を迎えさせられるっていう風なね、そんな習慣が昔あったんですよね。初夜っていうのは要するに、まあ男性と女性が結婚して子供を作るための儀式なんですけどもね、その初夜を不幸にして、昔ですけどね、二十歳まで、20歳まで嫁のもらい手がなかった女性に対して強制的にその村の村長さんとかがそういう儀式をするっていう習慣があったそうなんですよ。その時シーツ、真っ白いシーツがですね、まあその儀式により、まあ、血で汚れるということが、まあ、ありました。旗に血がバシャッとね、飛び散るように、白い旗に飛び散るように見えたので、二十歳というふうになったわけなんですね。20歳を二十歳というようになったわけ、なんとなく説得力があると思いませんか。はい、今回はこんな動画になりましたけども、発見や気づきはあったでしょうか。では失礼します。